いるんだったら学習してよちゃんと。練習しなきゃ。これは何ですかね、人引いたかなんかじゃないですかこれは。ええ事故。飲酒？いや飲酒検問ではなさ。右方向に警察署があります。俺一回言われたことある。お酒臭いですね車の中って言われた。あいや中です。うん他です。他の人です。俺は飲めません、ね。飲めません。でも一滴もですか？うんこの間結構前なんですけどなんでしたっけあれ？ストカン？そうストロングゼロ。あれをちょっと女友達が家来た時に、ちょっとあんた飲んでみなって言われて飲んだんですよ。気づいたら朝になってました。さっきのさ、絶対死亡事故でしょ、あれね。ちょっとじゃあ動画作ろうかな。いや、今友達可愛かったないや、今銀座で寿司食いってるさ、コースで1人3万30003人で10万びっくりしちゃったよ、これそんなすんのか、こいつって。酒飲みはすごいよね。これであの二人はだってこれから朝まで飲むんだよ。ちょっと俺もう仕事あれがあるからって帰ってきて、彼だけ置いてよ。あの友達あれね、この間言ったら仕事のあれね、まあその仕事で今蒲田に戻んなきゃいけないんだよ。たまにさ友達言うのよ、蒲田にうちら家借りた方が早くないっつって。んでさ、ちょっとどうせさっきのまあ間違いなくあの封鎖の仕方からして多分死亡事故だもんね。あこれ動画作るなら一国から帰ろうかな、一国から帰ろうで。ほんとね最近忙しくてほんとごめんなさい。もう1月2月はもうドラレコしか出してないよね。いやなんか何も出さないのってあれかなと思ったんで、まあほらドラレコならね、もうなんだこのナビ、なんなのこのナビ、最近すげえ調子悪いんだけど。そうほら切ってすぐそのまま出せるからさっていうことで、一応カーナビだけ、あカーナビじゃねえ、そのドラレコは出しときました。んでまあ、そのさっきのね死亡事故つながりなんですけど、3月からちゃんと出しますんで、私の動画のコンセプトに合ってるやつを。でまあその死亡事故つながりなんですけど、まあ早く行けよ田舎もんよ。でこの間とあるところでちょっとまあ私が死亡事故を目撃したわけですよ。目撃して俺があっと思った時にはまあ車が引いて急ブレーキ踏んで止まったとこだったのよ。でまあカメラに映ってたからさ、まあ本所来てくれっていうことで行ったんだけど、まあその時も246の事故じゃないけど、まあ自分にできることは一応全部やったんだよね。そうまああれはあれなんですよ、まあ即死な事故だったんですけど、まあ横断歩道渡ってるとかね、こういうのを跳ねちゃったってんだったら車が絶対悪いのは分かる、それは誰でも分かるね。でも横断禁止をね、あそこ横断禁止なんですよね、横断禁止でね交通量の多いところね、いくら夜とはいえそこを渡るのは俺はどうかなと思うんだよね。もうパッと見た瞬間、あもうこれ即死だなと思ったの。ほらトイストーリーとかでさ、ウッディ人形がさ、ほら帰ってきてさ、やべっつってさ、ほら魂抜けたふりするじゃん。あんな感じでもう手とか足とかももう曲がっちゃいけない、ここ曲がっててさ、お面玉も飛び出てさ、まあ俺はあんまそういうの見ても何とも思わないけど、まあ、後輩の人より結構前行ってたね。お前ら動画見てたら発煙筒つけるのにすげえタラタラしてたじゃねえかよ。2回とも俺に撮られてカセッつって、
そうで、まあ動画映ってるかもしれないからっていうことで、まあ、参考人として、来てくれと、ね、言われたから、今後輩いるんでちょっと送ってから行きますねっていうことで送って、まあ、本所に行ったわけですよ。で鑑識の人が来てさ、まあ、調書取ってって、あれもしかしてこの声ってさ、黒さんって言われて、えっつって、いや俺ドーベルマンの時いたんですよって言われて、マジっすかつって、いや部署違うんだけどあの時行ってんですよって言われて、えっつって話し合いでさ、でしばらくしてから制服の警官が来てさ、なんかちょっと来てみたいなこと言うんだよ。でこっちからしたらなんだと思うわけじゃんね。そしたらだよ、その警官さ、あの池袋の小隊長と一緒、ボンクラその警部補、こいつ粗暴系だからとか言ってきてさ、俺カッチーンと来てさ、お前てめえ聞こえてんぞこの野郎っつって、ねえ、いやいや俺参考人だぜ、ねえ被疑者でもなんでもねえよ、俺お前らが来てくれっつったから俺は行ったんだよっつって、なんで鑑識の人もさ、マジかよみたいな顔でさ入ってきてさ、ほんと申し訳ないっつってさ、でまあ俺も参考人で来てるからさ、まあそこでちょっとあれかなと思ったんだけど、一応5分ぐらい耐えたんですよ。だけど納得いかねえじゃん。よくほらね、ほら相棒とかでもあるけどさ、そのほら取り調べ被疑者が受けてる時にさ、ちょっといいっすか先輩みたいな感じでさ、だからあえてほら心理作戦でやるじゃんね。あと耳でさコショコショとかやったりとかさ、まあそれじゃねえけど、こっちはなんだと思うわけじゃん調べてる時にさ。うんでさ、そんな裏でうんなわけがあんのって言いやがってさ、ねえ、だほんと申し訳ない、でもこれだけはとりあえず書かせてくれ、作らせてくれって言われてさ、うん、まあその後に分かることなんだけど、まあ減退してるからもう48で送検しなきゃいけないからさ、まあいろいろ分かるんだけど、うん、なんで俺そんなこと言われなきゃいけないんだろうってずっと思っててさ、だけど、まあもう私ももう無理でした、もういい、俺もう帰るっつって、この先いやいやそこをなんとかって言われてさ、いやだっておかしいでしょ、警察署があります、俺はねあの人にそんなこと言われる言われはないよっつって、いやそうなんですよ、これだけはちょっとお願いしますっつって、ドラレコの提供とっつって、いやもうやんないっつって、ふざけんなっつって、んでとりあえず今のあの警部補呼んでこいっつって、で警部補呼ばしてさ、でやるんで、でお前何なのさっきのっつって、いやいや嫌じゃねえんだよ、いや何なのって俺聞いてんのって、質問に答えてって言っても、もう本当にもう堂々巡り、本当に最初のだから答えねえんだよ、あったきちゃうよね。んでやってさ口割ったと思ったらさ、いやまあ一応そういう人だっていうことを教えておこうかなと思いまして、いやだから俺は参考人で来てんのね、お前らが来いって言ったから来たんだよつって、それに対してね、ね俺が粗暴系とかね、なんか凶悪なやつとか関係あるこれって、俺は参考人で来てるのって、協力してるの分かるって、はあ、いやでも私はそういうの言った方がいいと思って言ったんです、いやだからってね、お前がそれを決めるんじゃねえだろっつって、もうだからもう本当にもうずっとああ言えば上優でさ、うん、でもう話になんねえから、もう俺もヒートアップしてさ、もう結構てめえ叫んじゃねえこの野郎って結構詰め寄ってたからさ、うん、でまあその当直の責任者でさ、警視が来てたの知ってたから、あの現場にね、だからまあさっきの警視呼んでこいっつって、まあだからその警部補からしたら上司なわけじゃんね、警部補警部警視だからさ、二つも上なわけじゃん。で警視呼んできて、で警視にその話を言ったら、いや本当に誠に申し訳ないと、うちのが不適切な発言でしたっつって言って、でもそれって違うじゃんね、いや俺言ってやったんだよ、いやだからね警視が謝っても意味ないじゃないですかっつって、こいつが謝んないとっつって、だから最初だから謝ってこねえんだよ。でまあそれで俺もさ頭きちゃってさ、もう胸ぐらつかんでてめえふざけんじゃねえよこの野郎っつってさ本当にでさ、いやもうこれ以上やったら公募になっちゃうからっつって、いやじゃあ公募でパクってくれよっつって、ね、だったらねそれで調書で公募の調書で書いてみろっつって、ね、参考人に葉っぱかけちゃって、参考人が怒って喧嘩になって公募でパクりましたっつって、その検事さん見たらどう思うよって、お前裁判官見たらどう思うっつって、そういう話じゃん、うん、もうこれ以上やったらもうほんと公募になっちゃうからっつってさ、いやまあこっちとしてはパフォーマンスだからさね、いやいやある一定のボーダーラインまでは大丈夫だからさ、いや向こうは部が悪いわけだからさね、一般道取締ポイントで、まあやっとまあその本人もういやすいませんでしたっつってさね、もう謝ってすんだろうな、刑務所いらねえんだよっつって、まあまあそういうことがあったんですよね、
いやでもほんとにあの時ムカついたの、ほんとふざけてんなこのおまわりはと思って、あの池袋の時のあいつといいさ、だからそれを今言わなきゃいけねえのって話じゃん。まあしてや呼び出してさ、でそう他の警官とかもさ、もうあの刑事が来る前ね、いやいや私の方であの言っときますからって言われたからさ、いやあんたのが階級下だろっつって、言えんのかよっつってさ、あ中金貼られてる、いやまあなんつってさ、ほんとムカつくような警官ってな。でそういうさ、なんか一握りのムカつくやつがいるから警察嫌いになるんだよ。んでまああのー、まあその死亡事故の話なんですけどね、だっておかしいじゃん、だって横断禁止だよ、ね、ほら見て、俺自転車よ、私歩行者よ、何しても OK よって、ふざけんじゃないよってね。でまあほら何かの動画でも言ったと思うけど、まあ逮捕は処罰じゃないんだよね。だけどその運転手さんは逮捕されちゃったの、老夫婦、昭和20何年っつってたから70ちょっとかな、そう逮捕されちゃってるからさ、いやそれ逮捕違うでしょっつってさ、俺当事者ないのに、あ当事者じゃないのにあったむきちゃってさ、そこでまたガタ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 言ってやってさ、ねえほらこの間の池袋の事故ですよね、まことしやかにささやかれてた上流国民じゃないけど、はあわわわイチャついてるやつ、こ見てほら、いや俺仕事なんだけどこれから、あ嘘だろ、あ最高、ほら注意しちゃってる、最高、俺もしたい、今日も朝まで帰るんだね。上流国民っていうのがねあるんじゃないかって言われちゃうじゃん。だってあんなのは重大な過失ね、ブレーキが効かなかったって言ってさ、いやあれ否認だからね、うん、あれは否認事件だからね、ブレーキが効かなかったって言ってんだからね。であれはね、信号それで無視してって横断歩道のチャリンコのお母さんとお子さんを跳ね飛ばしてね、ほんとそれこそ何も罪もない2人が死んじゃいました。でも逮捕はされませんね。でも逮捕はさっきも言ったけど処罰じゃないから、まあねあれだとしても、でもそれは国民が許さないじゃないね。まあほらほとんどの人はわからないわけじゃん、逮捕は処罰じゃないっていうのがさね、その留置に耐えられる耐えられないとかもほら年齢を考慮していろいろあるわけだけどね。だから俺言ってやったんだよね、いやいやあの池袋を出すのはおかしいかもしれないけどね、こっちの方が過失は低いぞって、横断禁止渡ってんだしっつって、いやだけど人が一人亡くなってるんで、いや人が一人亡くなってんのは分かる、でもあそこは横断禁止だろっつって、でそれを言うともうだからもう本当にああ言えばこういうの水かけ論になっちゃう。警察の会見じゃない見解としては、要は車が要はスピードを出してなければね、その事故は防げたとね。いや分かりますよ、いやでも横断禁止を横断してるわけですよってね、心霊の原則っていうのがあるわけじゃないですかって、ね、いちいち人が飛び出してくることを予見して走ってたら交通社会ってのは成り立ちませんよねって、それを言ったら今度向こうまた言い返してくるわけで、さそれは確かにそうなんですけど、車を乗ってる以上はね、過失が当然発生するわけですからって言ってね、詳しいから分かると思いますけど、いや詳しいからこそ分かね言いたいんですよ私はって、横断歩道の信号は跳ねたわけじゃないんですよ、ああやってって言ってももう聞かねえの、本当にさね。でだってさ、逮捕されるされないじゃもう大違いだよ、悪いけど。だって逮捕されたらさ、その48で送検っていうのがあるわけよね、またナビぶっ壊れた俺ね。でその後送検されて、でその後拘留が決定されたら10日拘留で、そっからまた延長で10日ね、最大で23日ね、その48とあれ入れてね、うん、そう、もうそれだってさあれなわけじゃん。だってその人だってロね70いくつなんだからさ、まあその70いくつで運転してたっていうのはまあ置いといてね、それはうん、まあ、どこまで運転の能力があったかほら俺は分からないから、で今度はさ起訴されました、ね、今度起訴されたら今度はさ起訴後拘留っていうのが待ってるんですよ、うん、で今度その起訴後の拘留っていうのは今度時間の制限がほとんどなくなるのね、その48だ最大で10日10日20日だっていうのはもうなくなるの、うん、公判が続く限り永遠と身柄拘束されるからね。あれがまたきついんだわ、あのほら日産のあの人もさ言ってたけどね、
その推定無罪っていうのがもうそもそもないわけなんだよね。まあほら疑わしきはね、被告人の有利にじゃないけどさ、そういうのはもう全く日本っていうのは本当司法はないからね。あんなの建前だから。これ蒲田早く着いちゃうね。どっかコンビニ乗る。じゃあ片やじゃあね、あのじゃあ逮捕されてない方に行ってみましょうね。じゃあその池袋逮捕されてないから当然あれなんですよ、時間がかかるわけですよ。500m先、一般道、電池システムに注意してください。あそこのローソン行こうかしら。そうそうしよう、うん、そうしようね。だけどだからじゃないで、じゃあその逮捕されてない方ね、池袋のあれもそうだけど、で逮捕されてないっていうことは時間が永遠に あるわけですよ。警察の方としても検察の方としてもね、逮捕されてたらね4発で送検で、その後20日以内にってやんなきゃいけないんだけどね、まあ在宅ですよね。在宅だったらまあすごい時間かかっていいわけですよ。うん、もうそこで違うわけじゃないね。いやだからその中でまあ当然ほら刑事訴訟法の89条だっけね、その中で起訴後に一定の要件満たした場合は保釈金を払って、それと引き換えに保釈されるっていう制度が当然ありますよね、皆さん知ってますよね。でもそれはみんながみんなさほら通るわけじゃないしさね。でお金の問題もありますし、でお金ない人はどうするんですかって言ったら、そのほらお金貸してくれるとこもあるけど、あれも厳しいからさ、審査とかさ、まあ一般的にはね150万から200万ぐらいがさあれなんだけど、まあその事件とかね、あれを加味して決まるわけですけどね。もうそこがもう一つのハードルなわけですよ。これやばいぞ、こういう音楽聴かんで、もうそこがもうハードルが出てくるわけじゃないね。おかしいんだよね。だからでその保釈にもさ、なんだっけ、3種類だっけ、3種類あるんだよね確かね。うん、まあ、一般的な、保釈はだから、なんだっけ、取締り金に回避しました、うん、それがあって、あと裁量一時停止待ち伏せエリアに注意してください。これまあそこまで詳しくないからなんだけど、であと義務的保釈とかさ、いろいろあるわけなんですよ。LHシステムに注意、うん、だけどやっぱそれをね条件満たすわけにはね、ましてやさ最近そのほら保釈後の逃走が多いわけじゃないですかね。その状況でじゃあ果たして人が一人死んでるところで保釈は通るのかなっていう話にもなってくるわけですよね。お、パチンコやろね。あ、これはもう行っちゃうよ、ほら後ろ来てる。あれ俺ローソンなかったっけこの辺あるよね。ね、だってさやっぱね、保釈されるされないが全然違うじゃんって言って。LHシステムに注意してください。あ、混んでるもしかして、奈良市の。あ、いやこういう前から突っ込むやつが今いるからさ、俺そこに止めようとしたんだけど、うっかりバックで下がってきてズドーンって来られても嫌じゃん。ちょっと一回コンビニ行ってきます。かわいい子だな。どこまで話したっけ。くそ、トイレさ、俺トイレ借りますって言ったんだけどさ、その一緒に降りてった若造がさ何も言わねえで俺の先の前に入ってきやがってさ、すげえイラッとして、いやいや俺言ってんだろみたいな、なんだよ。いや今日はちょっとね本当に長くなるけど、うん、
だな、音楽聴くな。はい、でどこまで話したっけ。そう、基礎語交流。そうで保釈、あ、保釈金か。で保釈金がさね、その認められて保釈金を納めればまあ出れますけど、まあみんながみんな、あれこれも言ったっけ、どこも言ったっけ、忘れちゃった。でまあその判決が出るまでね時間かかるわけじゃないですか。でそれでじゃあ裁判終わって、じゃあ判決出ました、じゃあ懲役7年ってなりました。まあ、未決交流を含めてもまあ6年ぐらいは一般的にはかかっ、1年ぐらいかかるわけじゃん、未決とか、まあまあものにもよるけどさ、まあ1年と考えてね、未決が。うん、おいしいこれブラックサンダーねえ。んでそっからね懲役に行くわけですよね。じゃあ次ね、じゃあ在宅の方に戻ってみましょうね。逮捕されてからずっとシャバにいますね。で当然時間もかかりますね、その裁判が始まるまでね。当然さ、即日決心じゃないんだからね、でやっていきます。でもその間もずっとシャバに入れますね。まあ制限こそかかりますけどね、海外に行きづらくなるとかさね、そのいろいろあるわけだけど、でもシャバに入れるわけじゃないですかね。でじゃあ裁判にじゃあ1年半2年かかったとしようね。じゃあその時にいや判決が納得いかないとね、そしたらじゃあ再審請求すればいいんですよ。再審請求をしたら当然また時間かかるから永遠と先延ばしされていくわけですよね。でもその間ずっとシャバに入れますね。ましてだから池袋の事件だったら、まあまあ言い方悪いけどね、そのまあ再審請求本当にしてった場合ね、そこまで本人が持つのかなっていうことも当然あるわけじゃない。遺族としては納得できないよね。ねえ、まあ獄死じゃないけどさ、ね、それでも納得できないじゃんねえ。ただひたすら再審請求すればいいんだよ。だって俺だったらそうするね。その間だって先延ばしされるんだからねえ。まあそれも永遠に続くわけじゃないけどさねえ、まあ結構ねえ、いいでしょ。なんかさ、今回の事故はね、本当になんだかなと思った。これマジでナビ調子悪いんだけど、これ。何これ、音がすげえちっちゃくなってんだけどね。だってさ、走っててさ、横断禁止をさねえ、横断禁止を横断してきて跳ね飛ばしちゃいましたつって、それでたねえ逮捕されてパクられてさ、じゃあ懲役7年よ8年よってさ、ねえ、それはちょっとどうかなって思うよね。いやいや、そのスピード出てるっていうの確かにあるけどねえ、でもだから結局は車が悪くなるわけじゃないですかね。これさっき言ったっけ、だから警察のね解釈見解としては、だからそのじゃあ例えばね、じゃあ今走ってますね、じゃあ60キロで走ってますね、じゃあ16メーター進みますよね、1秒間でね。でもさ、2秒後にはもう32メートルから33メートル進んでるわけじゃない。で、その時に、あ、人が出てきたと思って、じゃあ急ブレーキ踏んでもさ、ね、車はすぐ止まれねえんだよって話じゃん。ね？そういうわけじゃん。だからね、じゃあ50メーター先にいました。歩行者が。あ、あいつなんで出てきてんだってね、思った時にはもう3秒後にはそこに到達するわけだからさ。でも警察としてはその3秒の間に判断できるでしょ？避けれるでしょ？っていうのを、すごい言ってくるんですよね。俺それはちょっと違うだろうって思ったね。いやいや、人がね、確かに一人亡くなってんのは分かります、分かりますけど、でも元をたどれば横断禁止渡ってる人が悪いんじゃないんですかって俺は思うんだよね。俺はね、
どう皆さん、全然これダメ、 iPhone 拾わない。どうじゃったのこれ、はあ、なんだかねって、そこは思う、すごい思う、うん、だから本当に警察署でガタ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 やってやった、はあ、まあちょっと1週間ぐらいは車乗るの嫌だったよね、運転するの。すごい敏感になるっていうかさ、えってなるよね、車乗ってて人が出てきてさ、ただでさえ思うのにさ、あのあれなんだっけ、あの凱旋車のやつ、あの新宿のバスロータリー西口のやつ、あのチャリンコ出てきて俺が超ブチギレんなんじゃ、なんかあれですっげえ書かれてんだけど、うん、お前怒りすぎだろとか、いやいや怒るでしょうよ、ねえこれ左側のとこいつ、やべ、あもうお前何こんな切れてんだみたいな、いやいやあんなの怒るでしょうよ、あんな自転車の飛び出し、いやいや冗談よしこちゃんでしょあんなの、ねえ、だってあれで引いたらこっち悪いんだよ、あとほらチャリンコの危ねえチャリンコ特集みたいな出してんじゃん、あれでもお前怒りすぎだよとかさ、いやいや怒るでしょうよ、ねえあんなんてさ、こっちさ、懲役行きたくねえよ、ほんとに。ご部屋に注意してください、ね、これは今その道路交通法とかそういうのいろいろ変えるべきじゃないですかね、思いません、思わないね、心霊の原則って何って話じゃん、ねえ、まあ警察にガタガタやってやって、ほんとにもう俺の知ってる知識全部やってやって、まあ困ってたよね向こうも。で最終的に言われたのは、あなた当事者じゃないじゃないですかって言われてさ、やっぱそれずるくねって、なんだかね本当にね、あのなんかチャリンコのやつとかでもさ、お前こういうの予見して走るんだぞとかって書いてあった時、だからそのね、その予見するっつってもね、物には限度ってもんがあるんですよ、ね、赤信号でね誰も車が来るなんて思わないよね、ね、あそのここ今のこっちじゃないよ、その対向のなってる方がね、そういう話じゃん、あじゃあ今人が出てくるかもしんないっていちいち予見してたら交通っていうのは、社会っていうのは成り立たないんですよ、だってそうですよね、一年中気にしなきゃいけませんよね、だからその信頼の原則っていうのがあるわけね、信号オンになったら進んでいいですよってね、でも安全を確認していきましょうねって、そうじゃん、今歩行者いましたが、女の子出てくるかもしんない、あやばいこの人も出てくるかもしんないって、そんなことさできます、じゃあこれ信号青ですよね、あやばい左から車が出てくるかもしんないね、そんなバカな話があるかねって話じゃん、あやばい、うん、なんで今沢田右曲がんなかったの、この先一般道、ね、その他待ち伏せエリアに注意してください、なんだかなってさ、お、数値は出てんじゃん、だからどっちもいいかな、思いません、思わない、俺言ってることおかしいかな、いや車乗ってるから車寄りとかじゃなくてさ、だってそうじゃん、いやいや本当、いや確かに人が亡くなってる、何度も言うけど人は亡くなってますよ、すげえなこのバックライト、だけど横断禁止ですよ、いやこれぐらいはね40キロぐらいでさ、それ出てきたらさ避けれるけどさ、警察署がありますね、そのスピード違反をさ肯定するわけではないけど、でもスピードを守って走ってる人っています、そのじゃあここのさ15号でもそうだけどさ、ね、この何道路、50キロ道路、50キロのとこじゃ50キロで走ってるやついますって話じゃん、ね、だからそれがねいるから出していいと俺も言わないよ、ね、じゃあみんなスピード違反してるからしていいなんてことは言わないけどね、とはいえとはいえちょっと歩行者に対するあのペナルティとかもっとでかくした方がいいんじゃないですか、で50キロでしょ、だからあ神奈川50キロか、15号どうなんだろう、ねえ
だってさ、車運転する人、バイク運転する人ってさ、ね、そのお前は全部道路交通法知ってんのかってなんか俺来たけど、いや知らないけど、ね、でも道路交通法はね、勉強はしてますよ、そういう動画を出す以上は。うん、お前なんかより全然知ってると思うよ。うん、ね、でもさ、ね、みんな最低限なその運転手ね、免許持ってやってる人たちってさ、最低限のことは必ず守ってるわけじゃないね。信号赤だったら止まりなさいよ、青になったら行きなさいよね。まあ横断歩道はみんな止まらねえけどさ、それ言うとお前赤でよく行くだろ。いやそれとこれをさ話に出すのは違いますよね。その黄色から赤の話でしょ、ね、誰もこんなんで突っ込まないでしょね。所轄で受信しました。そういう話を言ってんだかなと本当に今回のね事故は本当に思った。マジで、あれお父さんどうなっちゃうんだろう。やっぱ懲役行かされんのかな、まあ、そうだろうな。私は本当にね思った。マジで冗談抜きに、これなんとかなんねえのかな、この自転車歩行者。ごめん長い話、ごめんごめんね本当に。もうカップラーメン何個もできちゃうよねこれね、うん、ピザ屋のデリバリーも来ちゃうこれね。ねそれで歩行者にちょっと注意したもんならさ、逆ギレかしかとじゃん。で、いいですよ、あなたたちはそれで死んじゃってもね、あなたたちはもうこの世にいないんですから。でもそれで取り残された車の運転手の人生はもう狂うわけですよ、あなたのその身勝手な行動運転のためにね。本当にさね、いいよあんたはもうこの世にいねえんだから、あの世で見てろよ。あの運転手ほんとかわいそうだなと思った。所轄警、俺の目の前でさ、ね、そのお父さんとかが、あの奥さん、まあ奥さんはさ、まあ逮捕されないけどさ、連れてかれるわけじゃん。でそれ見てさ、ああと思ってさ、だからあの池袋のやつはだからやっぱりそういう風になっちゃうよね、おかしいじゃん。俺今回のだって俺リュウチにあれ耐えられないと思うよ。いやその後どうなったか分かんないけどね、その後どうなったか分かんないけどね、でももう最初でパクられてんだからさ、まあその後にね保釈申請しても、だから結局ね、やっぱほらだって年金で暮らしてるような人たちだからさ、そんな余裕のお金ないっしょね。だからもう余生は獄中でってことになっちゃうよね、お父さんの運転手さんの人は。ね、これだって横断禁止だよここね、今これ60キロですね、今走ってます。じゃあこれまで距離ありすぎ、じゃあこの辺で50メートルでしょね。あ今人が出てきてる、いやこれは止まれますよそりゃね。だけどやっぱ80、90みんな出てるわけじゃん。じゃあ対向車今見てね、今10台ぐらいでね、50キロで走ってる人いませんよ、事故多発エリアです、ね、ほらこれだって、だって俺が今60で走ってんだからこれね。そうなった時にさって思うんだよね。ちょっと渡るんだったらパパパってさ、その車来てねえ時にやってくれよって俺はすごい思う。その運転してる人でさ、あれなんだ今何言うとしたんだっけ眠りした。そう運転してる人だったらさ、もう必ずあるよね、あと数秒俺が早かったらね、向こうがもし早かったら、あ俺あいつ跳ねてたわっていっぱいありません。一日一回はあるよねだって止まれノールックノーブレーキだよあいつらね。俺はちょっとどうかと思うな本当に。
うん、俺もなんだよこの iPhone はよ、ひどいね本当に。あともうちょい話すね、5分ぐらい。まあでも確かに運転手もまあ80、90ぐらい出てたと思うよ。うん、まあ今駆け抜けてった方ですよ、あれぐらい出てたんじゃねえかな、あの道で。今の何あれ、テールランプ、あのイギリスの国旗のマークのさ、なんかね、やっぱ車ってリスク高えよなって思っちゃうよね。重大な過失はあるとは言えないじゃん、あの事故にねえ。だって走っててさねえ、ほらもうこれも信号無視になっちゃうよ、これまたピーピー言われちゃうよ、これお前言ってるそばから信号守ってねえじゃねえかってね。いやマジどうしたのこのナビ、ほんとめっちゃ待てや、あもうやだこれ、いや何これね、あほらあいつ怒っちゃったほら。マジナビひでえ。この先一般道左方向に警察署があります。でこのチャリンコで急にパッて今飛び出してきたら、だって俺かけれないよこれ、左方向に事故多発生。まあ徐行とは言えないけど、まあ、すぐ止まれないけどさね。でも40キロで今ね、速度も40キロ、ほら標識もね。でもあれでも跳ねたら人ね、跳ねたら車が悪いんだよ、やっぱ変だよ。で事故を見た1週間後はずっと思ってた、うん、ちょっと運転したくないなと思った。ね、これでさ右曲がる時にさね、横断歩道の人を見逃してね、引いて殺しちゃいましたとかあったら、もうそれはもうお前が悪いよ、お前運転の資格がねえってなるけどさね。いやいやお嬢ちゃん、お嬢ちゃんも信号赤、左またナビ買うのかな、俺やだな。見てこいつ、ほらあんなの引いちまえ。神が許せなくても俺が許せよ、ひでえやな本当に。あんなのばっかじゃん街中走ってると。蒲田って家賃高いんですか、この先一般道、その他は駐車エリアに注意してください。あらお嬢ちゃん、ちょっとそこ。はあ、なんだかね。ねえお前チャリンガードバキ逆走だぞこのお前。通行区分違反。すいません、ちょっと長くなっちゃいましたけど、うん、で車乗る人ね、まあ当然だと思うけど、まあ安全確認はしてますよね。で自転車の方、まあこれ見てる人で、動画見てる人でね、車まだ乗れないよ、バイクしか乗ってないよ、歩行者だよ、自転車だよって人いたらね、もう無理な横断とか本当にやめて、本当にマジで。それで引いたらこっち悪くなんだから、うん。よく言うじゃん、いやまだ渡れると思ったとかさね、言うわけじゃん。いやまだあそこにいたんで、いやそれその時いたかもしんないけどね、だからね2秒3秒後にはもうこっちやってくんだから、車は本当にさ、やべよそ見してた。すげえなこの人だねと。
そういうことで本当もう歩行者の方、自転車の方、本当に気をつけてくださいね。あとね、ゆかも気をつけてね。あのいつも俺の動画見て LINE してくれてね。そういうことで、はい、じゃあお疲れちゃんです。